はい、次やっていきましょう。前回はね、村を見つけたりとかしましたね。で、裏作業でね、こんな倉庫を作ってくれました。はい。ということで、今回もね、地図埋めをやっていこうと思います。こっちの方はね、まだ地図埋めしてないので、こっちの方向へね、あ、壊しちゃった。こっちの方向へね、行こうと思います。ということで、行きましょう。お、亀がいる。美味しいかな？いや、美味しくないよ。あ、今食べようとしてたでしょ。食べようとしない。美味しそうに見えただけ。してるじゃねえかよ。部活でね、オムライス作ったんだよ、冬休み。え、なんで部活？カルチャーでしょ。カルチャーだから作ったんだよ。カルチャー作らないっしょ。いや、カルチャー作るよ。え、作るの？嘘でしょ、うん、調理部でしょ、それは。うん、調理部ないじゃん。あのね、そしたらね、オムライスのね、米がね、生だった、なんか。生だった、なんか。生にならなくない？学校の炊飯器ぶっ壊れてて、ちょっと生だった。うわ、まずかった。うん、美味しい、全然美味しくない。あ、海だ。あ、ちょっとダイビングできるよ、ここ。ダイビング？海へダイビングしよう。ちょっと。押すなよ、押すなよ、絶対に押すなよ。いえ。おい怖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 い、めっちゃ怖い、ちょっと。何やってんの、マイクラ？マイクラしてるんですけど、フニコンさん入ります？え、ちょっとオンラインか、出ない。ちょ、私の家来てちょっと700円あげるから。おぉ、いいね。え、私山田電機行った方がいいの、これ。あ、やっぱ山田行った方が一緒に行った方がやっぱ楽しいし、エンジョイできる、俺が。あ、海だ。海じゃない、もう海終わったわ。村だ。村あんの？あ、あの、この前の村。村もね、なんか裏作業してもらっててね。あの、いろいろ整備してもらったわけですよ。村松門左衛門。ほら、なんかできてるじゃん、もう。なんか、万里の長城できてるよ。門作ったから。門作った、マジちょっと見るわ。村人収容所。村人収容所。あー、いて。よいしょ。おー、すごい。なんか、松明もちゃんと置かれてる。タイマー？松明な。この村人死んでるよ。え？ああ、足が切られている。やばいよ、これは。地図埋めしてたんだっけ？続きする？あとどこ？あとこっちの方向にちょっとだけ行って、また拠点に戻る感じですね。完全さ、なんか、牢屋なんだよね、これ。見た目が。ここだけ見たらもう牢屋なんよ。このマップ海多いんだよね。まあ、海多いとなんかいいことあるかな、なんか。ないと思うけど。いや、夏だもんね。海行きたいよね、みんなで。みんなで？みんなで。海行ったら何したい？ナンパしたい。ナンパって何？船？船でナンパする？いや、女の子ナンパする。なるほどな。私はね、海行ったらね、美味しい魚食べたいわ。ホタテ食べたい。じゃあ生ガキ食べたいわ。あ、生ガキも食べたいわ。おい。はい、上陸しました。さて、ここサバンナですね。サバンナバイオームは初だっけ？多分初めてだよね、普通のサバンナ。なんかね、荒れたサバンナみたいなのはもう見つけてたんだけど、普通のサバンナは多分これが初めてですね。あのね、今ね、修学旅行の写真買ったんで、手元に写真あるんですよ。買ったの？お前。買ったよ。え、何？好きな人の？ちげえよ。普通に私、好きな人の写真買ったんだよ。え、もしかして？好きな人の写真持ってて、私が写ってる写真よかった。好きな人が写ってる写真よかったと。なるほどね。ツーショット、それ考えてなかった。ツーショットじゃない。なんでだよ。修学旅行ならさ、すいません、僕とツーショット撮ってくださいっつって、あれはよかったやん。ちょっと面白いけど、本当に怒ったら。ちょ、夜だし寝るか。あはい。え、たまにさ、え、急にだけどさ、たまに超激ムズのさ、あのロボット確認システムあるよね。私はロボットではありませんの。めっちゃわかる。超ビームさんあるよね。ちょっと先進むマップ。うん。多分こっちの方にね、まだ見つけてないバイオームあった気がするんだよね。普通の森バイオームってさ、多分これ初めてだよね。意外と。うん、普通の森バイオーム発見しました。やった。で、マイクロソフトアカウント、今頑張ってやってたら、一番初めにアイルランドって出てくるんだよ。アイルランド、まあ、50音順だからでしょ。そういうこと？うん。アイルランドって完全50音最初じゃん。やっぱ学年1レベルがちげえな。ありがとうございます。あ、すごい、なんか倒木みたいなのあるよ、これ。いや、元学年1、格がちげえな。元って言うな。すごい悲しくなるから、それ。なんか、インスタグラムに親しい友達って機能あんじゃん。あの、親しい友達。いや、あれはみんなするから。あれはみんなするから。あれで親しい友達に追加してもらったとき、あの、もらっただけで嬉しいからもう、私。おおおおおおお、どうした？あれあれあれ。ん？見えない。
見えないか、ちょっと向こう行こうぜ。ちょっと私にはもう見えてしまったが、あの何が、え、じゃあ予想して。今森の洋館か侵略者のお家。ジャングルを発見いたしました。ジャングルはね、多分レアバイオームだったはず。で次にジャングルの中に竹林あるはずなんだよね。竹林探そう。今竹林あったよ。竹林あれどこ。竹林はガチでレアバイオームらしいから。いや、これ1本しか生えてないじゃん。これあの竹林じゃないの、ただの竹なのよ。待って待って待って、パンダいる。かわいい。おお、かわいいね。おいおいおい、殴るな殴るな。ちょっと竹あげよう。あの竹食べてくれるんだよこれ。あ、食べてる食べてる、ほらほら食べてるよ。あ、動いた。かわいい。なんだよこの荒れた地形は。どうや、ちょっと待って、私が迎えに行くぞ。もうついてよこのお前らの植林場。そう、植林場私は頑張って作ったんだ。なんだよこの荒れた地形は。なんだよこのボロボロな景色が。これ誰作った、これ。どれ、これ神が作ったこれ。あ、どれ、このバカでかい、このもはやこれ、仮拠点、仮拠点、これ。仮拠点は、あ、スニコンいた。確かにこれやばいよな。どこ、あー、汚ねえな。汚ねえな。汚いね。シンプルに汚ねえ。くそ汚ねえ。え、これ、俺飯ないんだけど。飯ない、あー、飯あげる、半分。1ヶ月分の食料が欲しい。1ヶ月分？これ31個でいい？あとできれば木も、あ、木はもらったから。作業台作って、棒作って、あー、うん、いいよ。オッケー、乗った。え、できないか。ダサい。おい。そう、食べがゼロ。まあ、むしろこれ落ちても向こう側行けるっていうね。落ちたら排出ある、普通に。確かに。なんでこんなところにホラー穴があるんだ。ん？適当に掘ったから。何この防空壕みたいなところ。防空壕。ダイヤモンド鉱石は高さマイナス64から生成され、この位置で最も生成量が多くなり、そこから上に行くほど徐々に生成産量が減っていき、高さ16を超えると生成されなくなります。ちなみに高さ16は鉄が一番生成されます。まあ、ダイヤが一番多いのは一番低いところだけど、岩盤があるんだよね。私は調べた感じマイナス54とかって聞いたことあるけど。岩盤？いや、わかんないよ。なんかダイヤ掘るのはマイナス54がいいよって見たことあるよ。あ、俺が見てんのが頭おかしいのか。ちょっと待って、私の本当だ、ごめん、俺がおかしかった。54から59だって。私の過去動画でブランチマイニングの、ね、やり方を解説している動画があるので、ちょっと気持ち悪い動画、はい、ぜひね見てみてください。あの動画はね、私じゃなくて編集者の方に編集してもらった動画なんですけれども、ついでにフニコンのゲーム実況を見てください。はい、あのフニコン、あのね、今回出てきた、ね、フニコンさんの動画はね、概要欄に貼っておくのでぜひ見てみてください。いや、サボじゃん。働け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 。あのね、ブランチマイニングの楽しさを貴様らはまだ知っていないからね、ブランチマイニングを止まらないということができるんだよ。ブランチマイニングっていうのは、掘って掘って掘って掘りまくって、手元を全部鉱石で埋めることによって、楽しさをまた味わうことができる。じゃあダイヤモンドだけで埋めてみて。わかった。え、じゃあ頑張ってね。ダイヤモンド27スタックってこと？うん。貴様はまだ分かっていないようだな。俺はな、今までな、マイキャラを、まあ、約ざっと1000時間やってきた。そのうちの多分、300時間は全て裏前だ。あ、ダイヤモンドあんじゃん。これは、1個かな、さすがに。あ、1個かな、これは。2個ある？マジ？あー、そういう系の形か。珍しい。俺も2個あった、2個だけ。あ、2個ダイヤモンドあった、マジ。ナイス。2個しかなかった。あ、3個あんじゃん、上。3個あるよ。はい、今回はですね、ディスコードのポーカーナイトというゲームをねやっていこうと思います。それではやっていきましょうか。とりあえず2人でやろうか。よし、はい。レディー、レディーして、あ、レディーしたね。オッケー、スタート。レディーやる。お、めっちゃいいカード出た。まあ、コール。ポーカーには役っていうのがあって、例えばね、同じ数字のカードが2つ揃うと、私めっちゃいいかもしれん。同じ数字のカードが2つ揃うとワンペアっていうんだけど、そういうのがあったりとか、そういう感じですね。そういう感じで役を作って強い方が勝ちみたいな。やっぱ日本人説明下手くそやけどね、私ね。おおお、
通に私これね、ストレートって言って、5678910って数字が順番に揃ってストレートっていうのになりました。今でそっちもなっとるやん、ストレート。え、運良すぎだろ。何言ってんだ私は。何言ってんだ。危険なテンションでみんなバグってやがるわ。オール、もうない、そんな自信あんの。何、大丈夫大丈夫。ひょうたとさ、俺の差がさ、2000ドルということが判明。フルハウスか。え、嘘だろ。かけるわ。何も大変だ。ガソの数字低い。フラッシュ。フラッシュ？え？フラッシュ、フラッシュ。え、なんで？フラッシュってかなりレアなはずなのに。なぜ？え？頑張った。あ、コンボ証明は。え、なんで3人か。かぶる。で、翔太が全て受け取った。やったー。あ、そしてね、私そろそろ寝たいんで、そろそろ動画終わりにしようかな。それでは、動画をご覧の皆さん、また今度の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また今度。